皆さんこんにちは、漫画家の新本慎です。アシスタントの斉藤です。はい、安くんです。よろしくお願いします。ということで今日はですね、はい、YouTube を振り返ろう、新本慎のイラストみんなで見てみよう企画でーす。なんだそれは。なんだそれは。変なタイトルになっちゃった。今まで YouTube もう3年ぐらいやってるんですけども、まあ、3年もやってんだ。そうだ、うちはお絵かきチャンネルなので、まあ動画内でほぼ確実に毎回イラストを描いてるんですよ。はいはいはい。まあ溜まってる溜まってる、いっぱいいろんなイラストが。まあそうね。で多分視聴者のほとんどは全部の動画見てないと思うんですよ、ね。確かに確かに。だから今回私がこの3年を振り返って自分の中ですごい気に入ってたりとか、うわこれ記憶に残ってるとか、みんなにもう一回見てもらいたいみたいなイラストをランキング形式にいろいろまとめてきたので紹介したいと思います。じゃあもう早速見ててもらっていいですか、はい、今までうちのチャンネル見てない人もこの動画見ればもう大体ちょっと把握できるので3年もたった1本で、そうたった1分で確認できるので、まあまあいいね、もう美味しいとこどこりの動画になっております。これということで、ぜひ皆さんも一緒に見てみてください。それでは、早速やってきますよ。レッツチキラ。まずはですね、時間かかったベスト3をまず紹介していきたいと思います。はい、これはもうシンプルに自分の記憶の中で、このイラスト描くのに時間かかったわっていうものを紹介していきます。なんだろうな。楽しみだな。なんだろうな。はい、こちらが第3位のイラストです。あー、これ記憶に新しいでしょ。プレゼントの。プレゼント企画だった。クリスマスに、プレゼントをすると、2人に。で、まあ、当たりを引いた方がこれがもらえるっていう。これがもらったやつだ。S 君が買ったやつだ。これ S 君に差し上げたイラスト。これすごかった。スノードームすごかったもん。透明感と。どれくらいか、でも結構時間かけたんだよな。2位のイラスト、こちらです。こちら、ああこれ俺がね、10万円で描いてっつってイラスト。これは S 君に金額別にイラストをね、描くってやつで。これもね、ラスト10万円のイラストがこちらになっております。すごいね。これでもね、すごかったね、この花とかが。これはね、実際にある S 君の写真からイラストを起こしてってたりとか、結構こう、いろんなこう、試行錯誤をして描いてたりとか。そうなんだ。そう、これすごかった。結構ね、時間かけたし、でも楽しかったなっていう感じでもあります。第1位はですね。はい。こちらになっております。何これ。ああこれね、これね、ほんと初期の頃だよ。もうね、 YouTube 始めてまだ数ヶ月の時に S 君と二人で撮ったページいっぱいに151匹ポケモンを描いてみるって企画で撮った。親が俺も描いてるよ。やばだ。こっち半分が新聞とこっち半分が S 君描いてるんだけど、言われてみれば確かに時間かかったよね。これそう、この撮影多分我々二人で描いた中で一番時間かかったよ。夜中に描いてた。しかも夜中、しかもこの時にね、だって俺が、ね、自分のキャラクターとして呼ばれてるピードとか呼ばれたい。 あ、そうなの。私がピッショット書いたら変になっちゃう。それで生まれたんよ。っていう、まあ、私の中でやっぱこれ時間がかかったベストワンだ。あ、これがベストワンか。これベストワンになりました。半券イラストベスト3になっております。あ、半券ね。要は半券です。二次創作イラスト。まあ、今までチャンネルでね、まあ、いろんなね、いろんなパンアート書かせてもらってるんですけども、まあ、その中でちょっと自分の記憶に残る。3位はですね、はい、じゃん、こちらのイラスト。呪術廻戦の虎杖悠仁と五条先生です。やってた。うまいな。これもね、時間別に書くみたいな企画で、一番最後時間をかけて書いたイラストなんだけど、超うめえな。だからこれはやっぱ、だから、撮ってもらってる、写真を撮ってもらってる二人みたいのをイメージしてるから、あえて枠だったり、ここボケてんだ、手前をぼかしてピントの奥に合わせてとか、いろいろこだわってます。ゲー細かすぎない。割とね、企画によって、私、その半径イラスト描くとき、模写して、なるべく本物に似せていくパターンと、自分のイラストで描くパターンがあるけど、これはもう完全にだから自分のイラストで描いてる二人なので、結構こう、愛着もあって、うん、気に入ってます。じゃあ、第2位のイラストはこちらです。ロード・オブ・ヒーローズというアプリゲームの案件で描いたイラストなんですよ。先生、こんなファンタジーなイラスト描いてたんだ。私にしてはめっちゃファンタジーなイラストだし、この二人がすごく気に入ってて、ブルドック炒めなんだか、ブルダック炒めなんだよ。ブルダックじゃなかった。実際にあるやつなの。そう。それを描かして、辛いもの苦手なの。だから、こう、どう思って食べさせてると思う。これ見てだけで性格が伝わるしさ、完成度高いね。これぞイラストで何をしてるかわかるね。うん。小説の挿絵みたい。っていう感じで気に入ってます。はい。第1位は、こちらになっております。やべえ、鬼滅の刃、煉獄さんです。これ本物の。京十郎さんやないですか。これはもう完全にあれで、これ、もう無限列車編が、ね、激流行ってた時に、いいことよね、まあ、うちも YouTube チャンネルで煉獄さんの光とかをね、そうやったりした時に多分描いたイラストなんだけど。だってこれ本物ですかって来てたやつだ。違う、ちゃんと私が考えて。本物ですか。いや、私も今本物ですよね。これ、ジミー、ポーズとか結構見て描いてるんだけど、ね、顔とかはわりかし実は模写しすぎてないよ。意外と自分のこれ要素残して描いてる。新元要素出てんだから。そうなの、実は私の描く煉獄さんの顔してる、これ。確かに本気よりちょっとシュッとしてるかも。そうそうそうなの。ああ、なるほど、ね。ちょっと大人になっ
ってる。で、やっぱりこの炎の燃え上がる感じとかをすごく試行錯誤しながら、うん、いね、書いたの。やっぱこういうペンを探してきたりとか。先生やめてください。アニメーターにもなる気ですか下から光が当たってる効果をどうやったら出るのかなとかを参考しながら書いてて。やべ、天才舞い降りたな。まあもう心の中ではずっとホムラが流れながら。すごい、すごい。これはすごいわ。という感じになっております。アナログベスト3紹介したいと思います。アナログね。基本的には見てもらって分かってる。私ってデジタルイラストがまあ基本なんですけど、うんうん、YouTube を始めてから、うん、アナログで描く機会がすごく増えたのね。はいはいはい。なので、自分の中でアナログで描いたイラストでちょっと気に入っているものを出したいと思います。見たい見たい。アナログ好きとしてはぜひ。はい、第3位のイラストはこちらです。はい、こちらは水彩イラストでね、描いたイラストで、私水彩苦手なのめちゃくちゃ。だから、苦手だけど頑張って描いたなっていうので選びました。次のイラストは、こちらになっております。年賀状イラストか、これ。そう、これは実はちょっと合わせて見てほしいんだけど、うん、実はですね、このイラストを、中学生の時に描いたこのイラストを、もう一度リメイクするという年賀状企画でやっておりました。やってたなっていうのもあったので、私はやっぱ過去の自分をもう一回振り返るみたいな意味で、結構、なんか昔の自分と今の自分で繋がってるな、みたいな思った記憶もあり、そういう思いも込めたので2位に選べました。はい、1位はこちらです。あー、これ、ね、こちらはページいっぱいに、男の子描いてみたっていう、本当に最初の頃に描いた企画で、ほんで一切動画中喋ってない企画のやつなんで、ほんと早送りでこれができていくだけのイラストなんですけど、この動画が私のチャンネルではほんと初めが最初ぐらいに激バズった動画で、この動画のおかげでチャンネル登録者数が増えたし、そうなんだ、なんか世界中の人にこの動画見てもらえた。なんか外国人の方がビューティフル、ビューティフルってめっちゃコメントくれて、いろんな国の人が見てくれて、多分このね、柄の描き方とかが結構学べたんだよね、動画内で。そういうのもあって、で、自分の連載キャラの男の子たちだし、近くもかっこいいね。これだってさ、5時間ぐらいかかってたかった。鉛筆だけ描いてた。けどさ、これやっぱいいね。新本のこのペン画のアナログな良さが存分に出てる。だからやっぱもう私の中でアナログで描いた中でやっぱ一番お気に入りかなっていうような印象になってます。これもやっぱすごい。ゲストベスト3っていうのを発表したいと思います。何ゲスト？これね、実は私のイラストじゃない。うちに数々のたまにゲストが出てくれた。その方々たちが出してくれた。正直順位をつけるのはおこがましい。本当に全員1位。まあ、全員1位だけど、まあ、あえてね、順位をね、ちょっと今回つけて発表したいと思います。なるほどね。第3位はですね、こちら、マルシアが描いてくれた S 君とシンディちゃんのイラストです。あれ、それマルシアが描いたんだ。そう、マルシアが久々にうちのチャンネルに来て、めっちゃ久々にイラスト描いてくれたんだよね。そしたら上手くて、それをきっかけに、ちょっと絵描くわ、つって、なんか iPad か何かで描いたの後日私に送ってくれたの。うまー、さすが。いや、うまいよ。ずーっと書いてないのに、久々書いてこれが書けるって。うますぎるよ。次は、こちらのイラストになっております。あ、これは先生のアシスタントになっちゃう。これは私の本物のアシスタント。本物ってか、この二人も一応アシスタントなんだけど。漫画のアシスタント、梅ちゃんが、実はもともとは、S 君にね、線画を提供してくれてたの。そうそうそう。アシスタント同士が力を合わせたらプロに勝てるっていう企画で、梅ちゃんの線画に S 君が色を塗るっていう企画だったの。だから、色塗ってくれたりとか。S 君教えてた。いや、本当に線画の無駄遣いだった。めちゃくちゃいい線画を S 君が塗ってしまって、もう本当に安くなっちゃったんだけど。自分が塗りたいくらい。そうそう、私が塗りたかった。後日、梅ちゃんが自分でちゃんと色をつけて送ってくれたのがこれ。奪わない？しかもね、このね、服の柄とか、俺がレモンみたいな柄で塗ってたよ。で、それを真似して塗ってくれたよ。本当に、S 君のが鬼ださかった。鬼ださいし、全部はみ出てた。だけど、梅ちゃんのはやっぱもう、うまかった。これがアシスタントの力。1位はですね。なんだ、梅ちゃんまで来たからね。もういる？こちらになっております。誰これ担当さんが書いたやつじゃない？先生の。実は、これ、私の推し側からにやってきたとか、スキエストライのお兄ちゃんを担当してくれてる S さんっていう人がいるんです。その人も S さんなんだけど、S さんっていう人が、たまたまうちのチャンネルにね、なんかこう来た時にゲストに出てもらったことが一度だけあるの。で、編集者の話とかしてくれたの。その時に漫画家と対決っていうんで、まさか私絵描けないと思って誘ったのに、絵描けてさ、サイキが描いてくれてびっくりしたの。描き慣れてるじゃん、めちゃもう私笑っちゃって、S さん絵描けるんですかみたいな。練習は描けないのをいじろうと思ったら、普通に描けて、私マジ横で、私もさっきも描いてんだけど、焦って逆になんか変なになってんの。っていう、やっぱね、もうゲストに出てくれてありがたいっていうのと、ね、まさかの絵が描けたで、もう S さんを1位にしました。実力隠し持ってたのね。そうなのよ。よかったな、これ確かに。ハロ
ディベスト3です。パロディ、パロディっていうのは、あの、半径イラストとはまたちょっと違う、元が半径イラストなんだけども、それを自分のチャンネル風にちょっと落とし込んだイラストみたいなものになっております。こちらになっております。こちらはですね、アドさんのうっせーわの、サムネをイメージして書いた S 君バージョンうっせーわです。これマジでうまかったわ。あの、実際のサムネにはね、ここにうっせーうっせーみたいな、うっせーは書いてみてみたいな文字を入れちゃってるから、この文字なしでここでちょっと改めて見せたいなと。これうまかった。で、ね、2位はですね、実は3枚あります。はいはい。こちらのイラストじゃあ順番に見てください。はい、3枚、はい、こちらです。こちらと、こちらとこちらのイラストです。はいはい、それぞれをチャンネルのキャラで描いてる、ね、これまあ人気のあの初音ミクちゃんのあの楽曲なんですけども、あのそれを自分のチャンネルキャラ風にイラストを描く、あの元大元はこっちゃん斉藤 S 君描いてくれたイラストがあって、はいはい、だからそれを私が何の作品かちゃんと調べて当ててちゃんとした絵にするっていう企画。はいはいはい、先生クオリティ高すぎない？まあ、これはもうみんなからまずそもそも本物にすごく似せてるみたいな、すごい本物に見えるみたいなコメントをもらって、でも自分の意味は一応チャンネルにこういうところとか落とし込んでたりとかするから。1位はこちらのイラストになっております。こちらはですね、さっき言ったマルシアがゲストに出てくれた動画なんですけど、これはおもろい。あのくじ引きから何かで引いたキャラ3キャラを合成したイラストを生み出すっていうものをね、やってて、こちらはですね、なんだっけ、千と千尋の五条衛門っていうキャラ。それマルシアが考えたキャラだよ。顔出しいる？います。千と千尋の五条衛門。五条衛門ってなんだよ。こっちはがね、なんだったっけな、カグラ、ローズハート3世。あの、もうね、どのキャラが混じってるかぜひ動画を見てほしい。あの、他にもいっぱい出てる。なるほどね。これ、この二人以外にもいろんなキャラが出てきて、あの、S 君が描いてくれたね、マジ、このね、カグラ、ローズハート3世から、マジでやばいから、本当に見てほしいって。でも、この二人結構うまくハマってて、ハマってる、気に入ってて、うん、まあ、これやっぱ面白いし、このサムネ用にこれは描いたイラストなんだけど、はい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 、すごくいいイラストだと思ったので、ぜひここでちょっとみんなに見せてみました。楽しいね。これおもろかったわ。これ本物のパロディだわ。これおもろかった。イケメンベスト3。来た来た。でもここだよね、イケメンベスト3。思います。真剣に見なきゃ。ここはいいよ。こちらです。なるほどな。これはね、胸キュンきっかくの時に書いた、即席で書いたイラストなんだけど。何このセリフ。正直、即席で書いた割に私なんかめっちゃこれうまく書けたのね。いや、いいね、これ。あの、本当に全部いい感じの男子が書けたの。全部かっこいいじゃん。はい、次のイラストはこちらです。これはね、動画でもグッズで描いたイラストなんですけ ど、これね、なんかすごく気に入ってんだよね。なんかこのポージングもだし、この不敵な顔した S 君も、ね、あの、私もともと S 君を生み出したきっかけが、自分が一番好みのイケメンを作るっていうので生まれてんのです、ね。なるほどね。自分がすごく好きな男子の顔してんだね、これ。なるほど、ね。ということで、これちょっと2位に選びました。ね、いや、構図とやっぱセンスがすごい下本先生らしい。で、1位はですね、こちらのイラストになっております。もうこれ誰か言わない、誰か言わないで、もう、あの、これ動画見てほしいから、誰か言わないでください。これとある芸能人の方を、私が描いたイラストなんですけど。めっちゃ顔整ってた。もうこれはね、この猛バトになった方が、まずね、やばいレベルでイケメンなの。で、でもね、これはちょっとギリ似てるか似てないか怪しいとこだよ。え、わかるよね。いや、でもほんと美しい。もう造形がほんとで、この動画はね、いろんな有名人とか芸能人の方を私がね、クイズにしてるからイラストにして、ぜひみんなに見てほしいんだよね。いや、すごい。しかも先生、この似顔絵系も描けるとすごいよね。そうなのよ。何でもいけちゃうよ。やっぱこれはもう大元の人もありで1位に選ばせていただきました。なるほどね。まあ、それは堂々の1位だ。うん。幻ベスト3です。あ、幻？最初言ってたやつ何それ？これはもう幻としか言いようがないイラストがいろいろ出てきますので。何幻って？見ていってください。ある。3位のイラストは、なんだ？こちらになっております。あー。これですね。初期の頃だ。昔ライブ配信をやるために描いた S 君とシンディちゃんが本来なら口をパクパクするというイラストで、なんだこれ？私が本当一番最初ぐらいに真面目に描いた2人です。そうだね。これ使われなかったの？使ってたよ。ライブ配信で最初の頃だけ使ってたんだけど、結局この刀身が使いづらいっていうことで、結局ミニキャラにすぐ置き換わっちゃって、あんまり使われてないし。だから幻なんだ。もうこれは超初期のファンの人しかこのライブ配信見てないと思う。これ確かにじゃあ幻だね。幻なの。幻だわ。次やばい！もっと幻来るので覚悟してください。これ以上の幻あるの？いきます。第2位の幻。こちらになっております。これ幻だ。これもう説明しないと誰も伝わない。これ、SS 漫画大
何がいいよ、一番最初に始めるとき、私がうちのチャンネルのこう何アイコンっていうか、分かる、オープニングで使うために描いたイラストです。これもうだからキャラとかできてない、もう私と斎藤で、本当は2人でやり始めようって言ったからね。 S マンが大事、手がちゃんと S2 人作ってる。あ、本当だ本当だ。これが元々はマジ幻だ。もともと何だろう、シンゴとシン漫画ダイアリーじゃなくて、斎藤シンゴと漫画ダイアリーだから、ね、これいないからね。これでもみんなギョッとしてるよね。なのに最初の頃全然斎藤出てかなかったから、もうなんか本当にたまに出るぐらいの超レアキャラだったよ。遠すぎたんだよね、距離が。家の距離が遠すぎて。だけど本当にチャンネル始めた最初にはこれを書いてたっていう、ね、そうだ、これあったわ。気づいたらちゃんとこう S 君というキャラができてて、そうそうそう、S になってた。で私が結局 SS なのに、私がほぼ一人でやったもん。シンモとシンダイアリーになっちゃう。ほんとさ、SSS 漫画ダイアリーだったね。そうそうそう。で、これが本当にもう激レア。もう他では見れない。他のと動画で今更見れない動画になっております。そうなんだ。それが、何枚かあるんですけど、こちらのイラストになっております。あ、これか。これちょっと説明させてください。これね。これですね、実は同じような動画がまだ上がってまして、それがプロが描いたのはどれっていう漫画で、あの動画で、あの、男の子がね、あの、いっぱい出てて、5人ぐらい出てて、要は4人キャラが視聴者さんが考えてくれたキャラで、1キャラだけ、あの、自分がプロが考えたキャラが混じってるのね。で、それを、あの、私が全部ちゃんと描いてて、どれがプロの考えたキャラでしょって当ててもらう企画なんだけども、あの、これ女の子バージョンも実は作ってたんですよ。だけど、諸事情がありまして、その女の子キャラは動画を1個結局削除することになっちゃったのね。なので、ちょっと今回もうね、泣く泣くオクラからこれ出してきて、出せるイラストだけ見せたいと思います。これは、めちゃくちゃ可愛くない？確かに。で、実はこれが正解の私が描いた、考えたイラストの女の子になっております。で、他にもね、視聴者さんが送ってくれた女の子イラスト化したのがあるので、他の3人もね、見てください。うまいね。これがね、ムスクちゃんというキャラです。スチームパンク中国みたいな。で、これがノアちゃんというキャラです。かわいい。はいはいはい、これで、ね、これがシノちゃんというキャラです。かわいいでしょ。これがシーモスって書いてあるかと思ったんだ。そうだ、それ疑うわ。で、みんなすごいかわいいキャラ、視聴者さんが送ってくれてて、すごくいいキャラでね。うん、ちょっとこのイラストが見れなくなっちゃったの悲しいので、今ここでちょっと供養させていただきました。だから幻なんだ。そう、これ本当幻だからみんな。確かに幻だわ。うん、でも本来ならここで終わってもいいんですよ。あ、そうか、もう一最後に、私は、うちのチャンネルがあるのは、やっぱ S 君のおかげでっていうのがある。それはね。ある。ということで、S 君との、まさかの、名コラボベスト3っていうのがあります。名コラボ？ただ、その名はですね、名作の名ではなくて、迷っている方の名です。名作の迷っている名コラボベスト3、私の中で、3つ選んできました。見たい見たい。いいでしょうか、うん、じゃあ、まず発表していきたいと思います。これは全然いいの。このイラストでいいでしょ？これ、俺のやつをさ、これは、名実なんだけど、S 君のイラストを書き直してる私がね、これ、このイラストは全然上手いでしょ？うん、全然。元の S 君のぜひ見てほしい。これがS 君のこれ私消さずに、この線を消さずにこれにしたの。すごくない？ちょっと自分ちょっとだけこう腕の位置を、ね、ずらしたりとかしてるけど、ちょっとだけよく見るとこのガチャガチャしてる線が。ああ。これ雷でごまかしてんだよ。奇跡。私こんな努力したことあるだろうかってぐらい私に苦行を与えた S 君は。こんなあったね。仕事のレベルどんどん上げてくれたんだ。いや、今回これをここにする奇跡よ、マジで。意味がわからない。そうでしょ。という私がやっぱね、本当にこんな苦しい経験あったからっていう奇跡でしたね、これ。すげえなんか怒られた記憶あるもん。はぁ、あ、みたいな。第2位のイラスト。これはもう見た人がやばいです。見てください。はいはい、こちらになっております。こちら、これはね、顔と体どっちが大事っていう企画で書いた。体俺が書いてる、ね。あの、ツイステのキャラクターになってるんですよ。待って待って待って。あの、顔を私が書いて。もげて、もげて。体を S 君が。で、あの、逆もあるの。あの、ぜひね、本物の動画見てほしいんだけど、逆バージョンで S 君が顔を書いて、私が体を書いたってイラストなんだけど、あるあるある、ここで証明されてしまったよ。体はすごく大事だ。そうだね。あと首が3本ぐらい必要なようになってる。だからなんだろう、何が起きてるか分かんない。騙し絵みたいなやつだ。そうでしょ。どんなに顔がうまく描けても、ダメなんだよ、体が。ついていかないとダメなのよ。確かに、名コラボだわ。名コラボ、ね。名コラボ。ここどうなってるかちょっと分かんない。迷っちゃってるわ、本当にこれは。じゃあ、もう第1位です、はい。これね、みんなからもう、めっちゃコメントが来てて、まあもう、これはもう1位、今見ても1位だなと思う。F 君と私で、あの、漫画を描いたという作品になっております。こちらになっております。何これ？さよなら！待って！グッキーン！お！危なーい！
S 君がと私で漫画を描いたんですけど、私が先にこの女の子の部分だけ開けて絵を描いて、残ってる部分に S 君に絵を描いてもらったの。さようならの、もうこれおかしいみたいな。でもやばいし。あ、こう走ってんだよ。グキの時、ズボンになってる。いや、スカートがズボンで、ほんとだ。ズボンになってるの。やばいし。でも、歯はうまいでしょ。歯って感じ。で、最後、転んだの多分ね、抱えたみたいな風にしてほしかったんだけど、もう貫通しちゃって。いや、貫通してるし、なんか顔もね、なんか嬉しくなさそうだよね。なんか打ち上げられたタイを拾ったみたいなになっちゃったよ。それ、堂々の1位だね。もうこれ、やばいもん。やっちゃったもんね。ということで、今回は YouTube を振り返ろう。シンマのシンのイラスト、いろんなベスト3でした。よかったよ。懐かしい。いろんなもの描いてきたね。いいイラスト多かった。まあ、ここではやっぱり紹介できれなかった。やっぱなかなか外したものいっぱいあるから、はいはい、まあ、よかったら暇な時にね、うちのチャンネル動画見返してみてください。はい、あと、よかったらみんな、どのイラストが一番好きだったか。逆にね、今までの中で自分的なベストはこれですね。ベストは、ね。今回載ってなくて。確かに教えてほしいですね。ということで、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。お願いします。そして、これからの動画もぜひ皆さん見てください。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の島田慎とアシスタントの斉藤と、はい、安くでした。バイバーイ。